東京都内全940駅すべての駅でラジオライブやってます。リンリングジャスティンと申します。ここで1曲だけ、ね、歌を歌っていきたいと思います。よかったら動画たくさん撮ってたくさんよろしくお願いします。たくさん撮ってでは、聴いてください。赤い糸たくさんたくさん二人ここで初めて会ったの二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった。僕の最初のスピーチ Girlfriendたわいもないささやかな記念日、声を見にそっと記してた。今日何の日だけで尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆいそんな話を耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼と言ったさ、での思い出にはまだ変わらない。それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて、心の通わぬやりとりばかり、これ以上繰り返すよりも、あなたの心が答え出すまで、このまま二人合わない方が、それが明日でも五年先でも、いつでもここで待ってるから、約束しようよ。そして二人心に溢れ、愛おしい光結んで。東京都内全940駅すべての駅でロードライブやってます。ジャスティンと申します。あの頃つぼみだった花はもう艶やかな色をつけた。秋が過ぎ冬を越え枯れ果てて、今の僕を映してる。自分ばかりが無情にも過ぎと頃に暮れる。まぶたの裏に他の誰かと歩く君の姿が浮かんで、もう二度と会えないような気がしていた。いっそ会わずにいようかとも、張り
ける胸を抑えながら信じてきたその答えが今あなたの手紙偽ってもない言葉たちが溢れた涙で滲んでゆくよあの場所へ迎えに行くからだからいておくれ今日は二人の一年目の記念日だからお祝いしようよ強く結んだ糸が届けずにいたことも愛されることを望むばかりで信じることを忘れないでゴールの見えない食べてもいい愛する人と信じる道をさあゆっくりと歩こう糸でした。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、はじめまして、東京都内にある全940駅すべての駅で路上ライブをやっておりますリンリンのジャスティンと申します。一駅ね、一曲ずつなんで、もう終わりになるんですけど、僕はねこの活動を約半年間ぐらい続けてまして、ついに残すところあと70駅ぐらいです。なんでね、あともう9日ぐらいでね、今日含めて9日でねもうね全制覇するというね、多分誰もがやったことがないであろう伝説をね今作っている最中でございます。そのね伝説に、皆さん、来てくれたって本当にありがとうございます。ということでね、今日は中央線、中央線をね攻めてるんですけども、前半これ3パートに分かれてるんですけど、今日はね、第1パートっていうので、で、明日第2パートで、パート3か、パート2。で、次、で、3回目のパート3で、中央線全制覇ということで。で、青梅線と山手線で全制覇ということで、やってます。皆さんよかったらね、あとちょっとで終わるんですけど、最後まで駆け抜けるんで、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。ということで、リンリンのジャスティンでした。よし、ではラスト立川駅でぶちかませて、ぜひ、最後ね、今日のラストが立川なんでね、立川でぶちかませてよかったら、TikTok ライブでね、常に生配信しながら全駅回ってるんで、よかったら見てください。では終わりたいと思います。ありがとうございました。